スラーヤとは、アラブ首長国連邦のサーヤテレコミュニケーション、カンパニーが提供している、衛星電話サービスの総称である。ヨーロッパ、中東、アフリカ大陸、ユーラシアアジアオーストラリア約25万サーヤ、XT、プロデュアルスラーヤの端末は、衛星携帯電話を主力としており、カラー液晶と GMPRS が、利用可能な第二世代端末とそれ以前の第一。 世代端末が存在する。近年、航空用のエアロも登場し、市場が競合するインマルサットとの対決姿勢を強めている。赤道上空に配置しているサー r や衛星を介して、通信サービスを行っている。名称は打ち上げ順に番号をつけている。すでに日本はサーヤマイナス3のカバーエリア内にあり、日本での利用も可能である。なお、衛星の建造メーカーは、 インマルサットと同じボーイングである。それゆえか、技術仕様はインマルサットとほぼ同等であり、携帯を得意とするスライヤと、船舶、航空を得意とするインマルサットとの間で競争が激化している。一時期、インマルサットがインマーサットマイナス -4 打ち上げまでの、アイナサーヤ -2 衛星を曲がりして、R、武岩サービスを提供していた。 スラーヤの端末の供給メーカーはすべてが海外である。ゲートウェイはスラーヤ直轄の設備を利用している。プラス88,2162012年12月14日付にて日本レジコムとソフトバンクモバイルが日本国内での包括免許を取得した。これにより2社から提供されたスラーヤ端末に限り日本国内で合法的にスラーヤの利用が可能となった。 日本国内で合法的に利用するためには、日本デジコム、ソフトバンクモバイルなど合法的な端末の提供業者から入手した端末と通信サービスの加入が必須であるが、その場合でも各事業者の区別なく電波天文観測所の天体観測に影響を与えることが懸念されていることから、長野県を中心に利用制限エリアが設定されている。利用制限エリア内では、 防災訓練機関を除き有事でない限りは原則として利用が禁止されている。作品中にテサーヤクストをアメリカ合衆国大統領が使用衛星電話として保有。ありがとうございます。